どうも皆さんこんにちは。今回は素材集めてクラフト会。作業会ってことね。ブラウザバックしていいわよ。面白く編集するんでそれだけは勘弁してください。それで、まずはアビスの方面にやってきましたね。アビスね、アービスケットって感じ。無理して面白くしようとした結果意味わからなくなってませんか？前ゴーレム倒してピックスをゲットしたからね。それでここの鉱石が掘れるようになったから掘りに来たわ。ゴーレム倒したのもうちょい前だけどね。撃破してから3パート経ってますね。掘れるようになったの気づかなかったよね。まあ鉱石生成系とは違って、メッセージとか出ませんしね。致し方ないとは思うけど、このチャンネルの場合自業自得。それでこの掘ったら死にそうなやつ、これがスコリア鉱石。服装で掘れるようになったモッド鉱石ね。この鉱石がある程度必要な感じですね。それじゃあダイジェストで集めていこうか。深めのところまで来て、それなりに鉱石集まってきたわね。てやば、エイドロンアームから攻撃されてない？いやなんか違いますね。エイドリストという敵です。実はエイドロンアームではなくて、その人はメンタリストだから。というか暗すぎてどこにいるのかわかりませんね。アビスの明るさに関しては許して。まあ霊夢がどうにかできる問題ではないもんね。モッド作者さんに頼み込んで明るくしてもらうしか。そもそもコンタクトするのが不可能では。撃破したわね。なんか特殊なアイテム落としたけど。エイドロンの石板、ルナティックカルティストを召喚するアイテムよ。今使ったら大惨事待ったなしですね。そうそう、今回から日本語化モッドをアップデ後の動画になるわ。世界で一番日本語化モッドを待ち望んでたからね。かなり量の質問来てましたもんね。質問来てた。日本語化モッドを使うのは犯罪ですか？もはやどういう罪？ただこの進度だと敵が強くなってきますね。そうね。ただ鉱石欲しいし探索しない。はい、出た妨害応挙大か。邪魔するだけ邪魔して、イカ墨だけ落としていくからね。だからといって全員死ぬのも面倒ですしね。まあパパッと倒して、鉱石集めの続きに戻るわよ。ってことでもう一回アビスにテレポート。ちょっと待って、それはリスキルすぎる。戻ってきて2秒で死んだけど。回避不可能でしょ今のは。それなりにスコリア鉱石も集まったので、一旦戻ってきました。ここで1個になるわね。めっちゃ熱そうだけど、まあ鉄は熱いうちに打てっていうしね。この鉱石多分一生冷めないけどね。それでは新鉱石使って色々作っていきましょうか。ということで出来上がったものがこちらになります。まずは魔法の禁断の対応。敵に向かって花火打ってるみたいな。人に向けないようにしましょう。次はヨーヨーのフォールトライン。強い弱いとかじゃなく爆発音うるさいわね。もはや銃声レベルですよね。そして久々の新アリ、バルカナイトランス。全体的にうるさい武器しかないの？攻撃命中時にカボチャ騎士の剣と同じような感じの炎を飛ばせるみたいですね。それで次は剣のヘルファイアフランベルジュ。呼ばれなかったフランの怨念がこんなとこにも。ゆっくりと身近な距離を飛ぶ火の玉を飛ばせるようですね。火炎お玉弱視って感じじゃない？燃え盛るお玉弱視。次はコンチネンタルのウサユミ。いろんなデバフをかけれる矢を放てるからかなり強そうね。ボス戦だと結構デバフのダメージが鍵になるからね。そして次は銃、ヘルストームですね。2発同時に弾を放てて、レートも高いので弾次第では強そうです。M99 を使う？当分タルコフやってないけどね。次はブーメランの鎌ですね。ブーメランなの？それとも鎌なの？というか鎌を投げるって筋力とんでもないでしょ。鍛えてますから、肉体派メイドっていうジャンル開拓してく？そして次は先ほどのものより素材が多いですね。インパラー。ただ素材の分貫通力も弾速も申し分ないね。ただこれ私とお嬢様どっちが使うんですか？銃って言えば銃だし、リピーターって言えばリピーターだよね。公式ウィキはリピーターだし、レミリアでいいかな？そしたら今の鉱石で防具も作っちゃおうか。カオスのコアとヘルストーン、スコリアで作れるみたいね。ハイドロサーマル防具、今回はお嬢様用に射撃用のものを作りました。発射物で敵を燃やせるようになって、火炎耐性がつく感じかな？それとプラスでスコリアの翼も作るわ。お嬢様の今の防具と合わせるとよダメージが増えるようになるんですね。これこそこの防具にふさわしい翼だわ。至極真っ当なこと言っただけ。それでスコリア、クライオニック、プレミアルを合成してライフアロイって素材。お肌に塗るといいやつね。アロイじゃなくてアロイですよそれ。ヨーグルトにするといいやつね。それもアロイじゃなくてアロイです。いやブルーベリーのこと言ってた。わかるわけないじゃないですか。これもただの素材だからね。バッサリカットしていろいろ作ろうか。ってことでまずは剣。いやこれ本当に剣。これ剣なんかな？いや剣じゃないかもしれへんわ。ルクレシア、敵を貫通する DNA のようなものを出す剣ですね。公式ウィキに剣と書いてあるので誰が何と言っても剣です。壁貫通もできるけど、左右にしか使えないのはちょっと不便ね。それで次はブレードオブエンミティ。まあただの体験かな？フル速度は速いから、近距離戦では強そうだけど。最近剣で近距離戦しないしね。テラリア知らない人が聞いたら理解できなさそうな発言ですよね。次はオニカマスガン。まあピラニアガンの上位互換ね。ピラニアガンが1匹に対して2匹出るので使いやすそうです。ピラニアガンの時からそうだけどちょっとシュールだよね。
次はリザレクションバタフライって召喚武器ね。これの元ネタも東方、西洋寺ゆゆ子が元ネタの武器だわ。バフのアイコンも西洋あやかしからみたいね。武器としては一つのミニオン枠で遠距離攻撃できるピンクの蝶と突進する紫の蝶を出すようですが、ピンクの蝶が行方不明ですね。とシャイなんじゃないかな。それで素材にプランテラから落ちる銃が必要になったから集めに来たわ。今思えばこの足場、拡大したとはいえ十分狭いよね。そりゃ奉仕かわすのきついですよね。まあ今の装備なら余裕でしょ。あのバグが治ったかだけが気がかりだけど。あれ以来もアップであったので、修正されてるんじゃないでしょうか。マリスはボスの AI とか全部いじったんだろうしね。ある程度変な挙動しても致し方なしよね。それじゃバニラボスだしパパッと倒しちゃおうか。一度倒してることもあって、楽に倒せましたね。ドロップするかどうかだけが気がかりね。それじゃあバック3つになるし平気でしょ。物欲センサーの魔の手が迫る。ヴィーナスマグナムが出てくれればいいんだけど。カラミティは結構武器が素材になることが多いので、バニラボスでもコンプするまで倒した方がいいかもですね。何事もなく手に入ったわね。それじゃ早速武器作ろうか。クロックガトリグナム、3点バーストの銃ですか。それなりに威力はあるけど、素材の割にって感じだよね。さらにそれが今後の素材になるようなので、まあそっちがメインですかね。それでゴーレムを倒した時に、ジャングルに敵が増えてたみたいだからその素材も集めるわ。ゴーレム直後のやることやってなさすぎない？少し暗くて見づらいですが、真下にいるのがそうですね。薬病細胞のキャニスターゲット。入手しちゃダメなヤバいものでしょそれ。これでもいろいろ装備が作れるようなので、集めてクラフトしましょうか。それである程度集まったからクラフトしていくわ。このゴリアテ通信機、これ召喚と思ったらボス召喚アイテムじゃんこれ。使ってたら危うく大惨事でしたね。まあどうせいつか戦うだろうし、作っておいた方がいいでしょ。まあこのボスとの戦闘は次回かな。それでキャニスターを50個使う武器作ろうとしたら、余ってるキャニスター49個しかないっていう。妖怪1足りないの仕業ですねこれは。まあジャングルはテレポートでいけるし、パパッと集めてこようか。ってことでソウルハーベスターってかま。低いライフの敵を攻撃すると爆発し、薬病を広める。もはや生物兵器ですよねこれ。デバフ的にも結構使いやすそうではあるわね。次はエピデミックシュレッダー。敵をシュレッダーにかけれるブーメランです。プロ注意武器？敵に当たった時、緑のホーミングレーザーみたいなの出してるわね。次も投擲武器、プレイグネードというものですね。早速投げてみ、やばい転がってどっか行っちゃった。と思ったら転がってった方向から色違いの蜂が、バニラのビーネードの上位互換という感じですかね。次はウィザーブロッサムの杖、これ4つも花出てる？ミニオンスロットを2つ消費する分強力な攻撃のできる花を出せるようですね。ただこの武器のバフツールチップ、すっごい不穏なこと書いてあるけど。使ってたら運悪くなりそう。それで最後がヤンメイの包丁なんだけど、6ダメージってどうの探検レベルだよね。ですがこの武器、ボスやその手下に効果を発揮するようですよ。それじゃあちょっと手頃なボスで試してみようか。またしてもサンドバッグ役の目玉。この武器での攻撃が当たると自身の防御、移動速度、ダメージが増加するだけでなく、敵の防御力を下げ、毎秒125ダメージ与える毒にできるようです。近づくリスクはあるとはいえ、それでも十分強力ね。ハイリスクハイリターンって感じの武器よね。それじゃさっきの素材で防具作れるみたいだから、それも作ろうか。ってことで素材集めてたら、なんか私のとこに中ボスはいたんだけど。中ボスはどこだ？今すぐ倒してやる。私じゃなくてお嬢様の方ですよ。プレイブプリンガー、挙動は女王蜂と同じ感じかな。そこまで体力ないみたいね。無事撃破と思ったら直後にもう一体来たんだけど。プレイブブリンガーのおかわりですね。もはや私たちが死ぬまで無限に来るんじゃない？ワンコそばテラリアバージョン。これは年越しワンコそばするしかないわね。長寿どころか不老不死になれそうですね。中ボスが来てくれたおかげもあって、防具分はパパッと集まったね。プレイグリーパーの防具、ナノマシンとネクロ防具、キャニスターで作れますね。射撃系の防具で、敵に攻撃されると自分を守る雨を降らせるみたいね。そしたら今回ラストは宇宙人イベントやるわよ。サイボーグがイベント起こせるアイテム売ってたけど、なんでこんなもの持ってるんだろ。実はサイボーグが作られたのは、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。火星イベントも特に追加敵はいないっぽいかな。ただ先ほどからショックグレネードというアイテムを落としてますね。ショックに切り替えるわ。コンカッション。というかマーズソーサー来るの早くない？泡展望のマーズソーサーなんですよ。特に挙動が変わってる感じもしないし、ドロップキン以外はこのイベント普通かな。目玉はコズミックカーキーとドリル。その2つはメンバー全員分欲しいよね。他にもこのボスが落とすアイテムも強力ですしね。でもこのイベントもゴーレム直後にできたよね。今回の動画パート28にやるべきだったのでは。まあ今からでも遅くない。とりあえず鍵一つゲット。バニラと変わりないし終わるまでカットしちゃうわ。それではもっと追加武器確認していきましょうか。まずはショックグレネード。普通のグレかな。ステルスで使うと効果が変わって、こんな感じでダメージ受けるエリアが残るのよ。バトロワの範囲外みたいな見た目ね。この武器範囲外投げてます。
それで次は、ウィングマンっていう魔法武器。スカルピアサー効きそう。というかこれマリサ使えないんじゃない？中の人がウィングマン苦手ですしね。それで最後がヌルカピストルって武器なんだけど、とんでもない性能の武器ねこれ。弾が当たったダミーが巨大化しましたね。ある意味でぶっ壊れ武器でしょこれ。ちなみに弾が当たった時の効果が何種類かあって、まずはサイズを 100% 拡大、50% 縮小。その効果が一番意味わからないでしょ。当たり判定そのままなんですねこれ。ノックバック耐性を付与、もしくは削除。さらに防御力を上げるか下げるかのどれかの効果がノルミョン。敵の防御上がったら溜まったものじゃないんだけど。なんか私たちの数倍のサイズになってるんだけど。ダミーだとしても怖いレベルですね。もはや画面から見切れるサイズになった。ダイマックスしたんですかね。これモブなら何でも巨大化できるから、やろうと思えばガイドもこんぐらいのサイズになるわよ。そうなったらいよいよ巨人でしょ。これで宇宙人イベントの新武器はコンプですね。それじゃキリもいいし、今回はこのあたりで終わりにしようか。今日が今年最後の動画になるわね。12月32日はないし当然だけどね。それでは皆さん良いお年をお迎えください。今年もご視聴ありがとうございました。